はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も楽しくパン作りやっていきましょう。はい。今日は何を作りますか？今日はマロンツイストを作ります。マロンツイスト。はい、もう秋ですね。そうだね栗の季節ですね。栗が美味しい季節だねこっから多分ね、秋の感じのパンがちょっと続きますね、うん、栗シリーズが栗シリーズが続きますねいいですね、まあ季節のね味ということで、やっぱりねこの季節にしかね作れないパンっていうのがあるんでね、うん、旬の食材を使ったパン、うん、そうだね。一番贅沢ですねこれがね。そうだね。はい、じゃあ早速やっていきますかね、うん、この動画がね少しでもいいなと思った方はね、グッドボタンとチャンネル登録、あとコメントの方お待ちしておりますのでよろしくお願いします。ということで今日はマロンツイスト、うん、早速やっていきましょう。ではまずイーストから入れていきます。で続いてお砂糖ですね。で続いて溶き卵ですね。こちらのボール B の方にお塩を入れていきます。であと無塩バター入れて、はい、ではお水入れていきます。で、イーストしっかり溶けたらこっちのボウルに入れていきます。あと混ぜていきますね。はい、大体まとまったら出していきます。はい、じゃあこねていきます。今日私こねていきます。じゃあ最初はバターをね溶かしていきます。はい、では縦こねからやっていきます。あ、今日でも良さそう、60% ぐらいだね。 60% 加水、暑いっすね、もう涼しくなってきたと思ったけど、まだやっぱまだまだ暑い、こねると暑いよ、こねると暑いでもだいぶいいっすね。そろそろ上でいいんじゃない。そろそろ上でいいですか、うん、どうですかね、この状態で生地を見てもらうといいかもしれないですけど、ちょっと一回視床チェックをしてもらいます。結構つながってきてるんじゃない？はいはいはい、いい感じですね、うん、まだざらつきはあるけど、じゃあちょっと V 字にこねていきましょうね、ちょっとつるっとしてるところとさらっとしてるところが出てきてるから、はい、いいんじゃない。はい、こんな感じが目安です。これだけは自信ありますからね。うん、それだけ？これだけですよ。60何回やってこれだけ？そうですよ、60何回やってこれを極めたっていうそれっていいの悪いの？いいですよ、なんか一つのことを極めることは大事や。いいよ全体的に上手くなってくださいって感じやね。うん、そうしないとパンはできないからねこれだけやっててもパンはできないっていう、ちょっと視聴チェック1個お願いしたいです。うん、お、いい感じです。いいでしょう。はい、
OK 出ます、うん、ちょっと一回表現してください。すごいツルツル、ね、綺麗にまとめ上げましたね。私が私がこねたやつをすごく綺麗にまとめ上げてくれました。ここ綺麗。本当だね、めっちゃ綺麗。うん、じゃあこれでこね上がりですね。うん、だいたい今日は13、4分ぐらいこねてたんですかね。うん、弾力もあります。はい。はい、ではこれをボウルに入れて、これで一次発酵やっていきます。はい、では一次発酵が終わりましたので、フィンガー鉄とガス抜きをやっていきます。で今日分割なしですね。うん、でこのまま丸め直していきますかね。でかい。ぬるぶきんをかけてベンチタイム10分間置いておきます。でこのベンチタイム中に栗のペーストの方を準備していきます、うん、まあ、今日使うのこの栗のペーストですね。こんな感じです。じゃこれ使って準備していきましょう。でまずこの栗のペーストを、うん、今日 80g 使っていくので、はい、まず測ります。はい、そしたらこの状態だとちょっと硬すぎるの分かる、はい、あ、本当だ、硬いね。で、うん、ちょっと中に入れると、はい、ちょっとボソボソした感じになっちゃうので、はいはい、今日は生クリームで少し伸ばしていきます、はい。生クリームない人は、はい、あのバターとか 5g ぐらいちょっと柔らかくしたやつ使ってもいいし、はい、牛乳でも大丈夫です。はい、贅沢っすね、生クリームですか。うん、ちょっとずつ生クリーム加えて硬さを様子見ていきます、はい、一気に入れちゃうとね分離しちゃうから。少しずつじゃあ様子見ながら足さないといけないですね。うん、じゃあこれをベンチタイム中にやっていくって感じですね。うん、ベンチタイム中までに用意しといてください。はい、であとこの栗も今日中に入れていくみたいなんで、うん、これもカットして細かくね準備しておいてください。これはまあ普通にベンチタイム中でも事前にでも OK ですね。うん、今日は茹で栗を用意してます。茹で栗ですね。茹で栗じゃなくても、はい、あの渋皮煮とか、はい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 、あとなんていうんだっけ、あの黄色いやつ、甘露煮、甘露煮、はいはい、うん、とかでもいいと思う、まあ、お好みでって感じなんですかね。剥、うん、くの大変でしたねこれね。あのたくさん栗いただいたんでね。今日は栗のパン作っています。しばらく続きます栗のパン。はい、じゃあこのベンチタイム10分間待って成形をねやっていきましょうかね。はい、はい、ではベンチタイム10分経ちましたので成形をやっていきます。まずは生地を伸ばしていくんだけど、はいはい、横が30センチで縦が24センチの四角に伸ばしていきます、はい、じゃあやっていきます。じゃあまず閉じ目を上ですね、うん、上に向けてこうやって十字に当てていきますね、うん、横が30センチ、うん、これも上手だよね、あなただいぶね、うん、慣れてきましたよ。うん、てかここまですごい上手。近くにちょっとできない。頑張って。結構伸ばされたんですね今日。生地重ねるからなるべく薄くした方がいい、ね、あ、薄くしていいんだ。うん、
どうですかね。これで四角にすればいいんじゃないかな。こうやって。うん、あ、綺麗な四角になりましたね。いい感じじゃないですか。うん、でこの時にちゃんと四角にしてあげないと、はい、こう生地をフィリングを包んで、はい、生地を重ねるからうまく重ならなくなっちゃうので、はいはい、ちゃんと四角にしてください。はい、じゃあこの大きさまで伸ばしたら、うん、先ほど作ったペーストを、うん、この半分に。半分に。ちょっと開けた方がいいかな。あ、この端っこ、うん、ここちょっと残した方がいいみたいです。まあ気持ちね。でもさ、端っこまで入ってた方が美味しいよね。まあそれは何でもそうだよね。だからなるべく端っこまで入れたいって思っちゃう。確かに。なんかあのパンのさ、クリームパンとかでさ、うん、一口目に全然クリームない時とかってちょっとさ、うん、がっかりするよね。うん、あれと同じ。そうならないように入れたい、はい、まあちょっと残しつつギリギリまで攻めてください、うん、ちょっと多かったかな、うん、でも多い方が美味しいじゃない。まあ、楽しみですな。これはこっからはここの生地を剥がしながらこっちに重ねていく。で、ここをちょっとくっつけてあげた方がいいか。閉じるみたいな。うん。で、中に空気入ってるから、はい、ちょっとこう生地と中のフィリングをこう合わせるような感じ。本当だね、膨らむね。なんか面白い。面白い。で、これ6等分していくと、うん、結構綺麗な四角じゃないですか。うん、そう、うん、サクッと。なんとなく分かってきたぞ、うん、チョコマーブルツイストの時と一緒ですね。こうくるくるってるんですね、うん、間に穴開けて。いや結構大変だと思うやる前からちょっと不安にさせないでこれ濡れ布巾かけてね、うん、乾燥しないように。なるべくこう四角にね。なるべく四角、うん、これ結構重要ですね。形が大事、うん、形が大事です。で、はい、ここに上と下1センチぐらい開けて、もうすでに生地が離れてるちょうどいいじゃん、うんうん、はい。そしたらちょっと中がポロポロしないように気をつけながら、上から1回、うん、上1回、うん、下も同じように、うん、こんな感じですか、うん、はい。で、ちょっとこう、鳴らして。なんか、私のあんまりクルッとしてる感じがない感じしません。こっち上からクルッとして、うん、こっち下からクルッとしたの？多分逆向きにクルッとしなきゃいけないかも。クルッと戻して、じゃあもう一回クルッと戻すの、うん、こうか。うんうん。こうすれば。端っこはあんまり入ってないからね、うん、生地が。こうすればちょっと。うん、それっぽい感じになりました。上は上から入れたら下はこう下から入れるみたいな、うん、だから、まあ、上下から入れたら上から入れるみたいな、うん、逆にしないといけないですね、うん、そうしないとツイストしないよね。ほどいてるで、ここからグレッと入れて、こっちは下から。難しいね。難しいとか中身が出てくる。どうすか。上手じゃん。いい感じじゃないですか。うん、あ、でもあなたも上手。はい、天板に並べた感じはこんな感じですね。ちょっと1個入んなかったんで。
横向きですけど、可愛い感じでねじってあります。いいっすね、うん、じゃあこれにラップとネルブキンをかけて、これで28個やっていきます。はい、では28個が終わりましたので、まずは開けてみてみましょう。おー、膨らんでるけど天板いっぱいになってますね。大丈夫ですかね。じゃあこれに卵まず塗っていきますかね、うん、軽くでいいよ。軽くでいい、うん、じゃあこれにごまを塗っていく感じ、うん、はい、今こんな感じでごまも振り終わりましたので、あとはこれで焼いていくだけですね。はい、ではこれで焼いていきます。いただきま す。めっちゃ美味しそう。かわいい ね、 ね、いい感じに綺麗に焼けました。うん、一ついっていいですか、うん、皿ちっちゃくね。長かったんだ。それがすげえ、まあいいですけど。いただきます。うん、うん、これの味する。うん、うまい。このさ、うん、マロンペーストがいっぱい入ってるとこが美味しい。うん、めっちゃ美味しそうですね、これ、うん、このリッチ裏見せてください。この栗のペーストは何て言ったらいいんだろうな。あんこじゃないしな。栗をペースト状にして砂糖とか入れて、うん、めちゃくちゃ甘い感じではないよね。でもうん、本当に栗の甘さみたいな、うん、ちょっと入ってるけど。あと今回は栗にしたんだけど、うん、はい、栗じゃなくてかぼちゃにしてもいいし、うん、芋あんにしても美味しいと思う。秋の味覚ですね、ほんと。だから他の秋の味覚で作ってみてもらっても大丈夫です。はい、はい、ということで今日はマロンツイストを作ってみました。栗のね、こう秋の、ね、味覚をね感じられるようなパンにね仕上がりましたね。このパンがね少しでも美味しそうと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、あとコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。で、秋の味覚シリーズちょっと続きますけど、ぜひぜひ見て作ってみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバ